夢もっとさよなら。ご機嫌いかがですか。カタライプラザ重田舞子です。広報校長課今西真嗣です。11月になりまして、新しい広報棟の中ができました。はい、こちらです。庄内幸町にある南消防署です。はい、地域の皆さんを対象に防火防災のイベントなどを行っています。の絵でも親子連れで見学に来ている様子がありますけども、やっぱり消防士さんは子どもたちのヒーローですしね。地域とのこういった触れ合いは常日頃から大事でしょうね。そうですね。広報豊中は月末3日間で配布しております。万が一届いていないところがございましたら、広報校長課までお問い合わせください。それでは番組を進めてまいりましょう。まずは市内で行われた出来事などをご紹介する、あの町この町のコーナーです。10月10日、曽根東野町に完成した文化芸術センターの開設記念式典を行いました。文化芸術センターのオープンです。式典の第一部では、市民参加のもと、文化芸術の力により地域の活性化に取り組み、特に顕著な成果を上げている市町村が表彰される平成27年度文化庁長官表彰文化芸術創造都市部門の表彰も行われ、宮田良平長官から浅利圭一郎市長に賞状や賞杯が授与されました。この賞は府内では豊中市が初めての受賞となります。また豊中市で初めての名誉市民である南部陽一郎さんのノーベル賞受賞理由となった自発的対称性の破れ理論を図柄化した鈍調を初披露しました。第2部では箕面自由学園ゴールデンベアーズチアリーダー部と吹奏楽部が登場。また豊中市出身の作曲家でピアニストの西村幸恵さんがライブを行い、美しいピアノの調べに訪れた人たちは魅了されていました。皆さんにこう、ね、たくさん見に来ていただきたいと思いますね。文化都市になってほしいですな。もう自慢です。市の自慢です。本当に子どもたちがなんかそういった部分に他の都市より秀でてるような、そんな子たちに育つように使ってほしいですね。開設記念式典華やかに行われてましたけども、やっぱり改めて見るととても立派な施設ですよね。そうですね。その文化芸術センターに展示されているのがこちらのウクレレなんです。ほう。こちらは文化芸術センターの前に建てられていた市民会館の廃材が使用されており、豊中市在住の芸術家伊達信明さんが作ったものなんです。この木の風合いがその歴史の長さを感じさせますね。はい、じゃあこれまでの歩んできた歴史も大切にしつつ、新たな発信拠点として歩んでいくわけですね。そうですね。楽しみですね。以上、あの町この町でした。平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業が始まります。この事業は高齢者がいつまでも住み慣れた地域で生活できるよう、介護予防の取り組みを進め、
高齢者の生活に関するさまざまなニーズに対応し、地域で互いに支え合える仕組みを作るものです。ご覧の内容については広報豊中11月号10ページでもご確認いただけます。お問い合わせは高齢施策課、電話06-6858-2837、または高齢者支援課、電話06-6858-2865へお願いします。市内事業者の皆さん、年内の融資は早めに申し込んでください。年末は事業資金融資の申し込みが多く混雑が予想されます。年内の融資を希望する事業者はなるべく早めに取扱金融機関などに申し込んでください。なお、産業振興課では事業者向けの金融相談窓口も設けています。また国や府などの公的な専門機関などの紹介も行っています。ご覧の内容については広報豊中11月号25ページでもご確認いただけます。詳しくは産業振興課、電話06-6858-2189までお問い合わせください。マニさん、続いては、はい、豊中市は市政施行80周年を迎えた10月15日記念式典を文化芸術センターで開催しました。内容盛りだくさんで非常に盛り上がりましたので、はい、その様子をご覧ください。10月15日曽根東野町の文化芸術センターで市政施行80周年記念式典を行いました。第11中学校の演奏で式典はスタート。大阪音楽大学大学院声楽専攻の皆さんによる歯科の斉唱が行われました。夢もっと豊中にふさわしい未来に夢が広がる活力と創造性あふれるまちづくりに今後も全力で開会挨拶の後、市政功労者の表彰を行いました。その後は名誉市民称号贈呈式が行われ、映画監督・脚本家の山田洋次さんに賞状と記念メダルを贈呈しました。僕はこの豊中で生まれました。幼い時に父親の仕事の都合で満州に行って、僕にはこうはっきりとした故郷がないようなもんなんですけれども、しかしいつも両親の話の中に岡町っていう言葉が出てくる、ね、それから僕の記憶の中でも岡町というところが僕の故郷なんだというふうな思いで過ごしてきたわけです。そのふるさとの町で、生まれ故郷で名誉市民というこんな立派なメダルまでいただいて、大変僕はありがたいと思ってます。そして、長生きするもんだなという思いをしております。これを励みにしてもうちょっと頑張ってみようかなと、もうちょっと笑顔を何本か作ってみようかなという気持ちに今なっております。どうぞ皆さん、これからもよろしくお願いします。ご挨拶。山田洋次監督が豊中市出身というだけでもなんか嬉しい感じが、ね、はい、しますけども、映画をまた何本か撮りたいとおっしゃってましたね。はい、また豊中を題材にした作品というのも作っていただきたいですね。それは嬉しいですね。はい、では続いて行われた第2部の模様をご覧ください。第2部は大阪音楽大学吹奏楽団の演奏でスタート。そして10年後の私、僕と豊中の町と題し、小学生が作文を朗読。僕は保育士の先生になります。だから小さい子の面倒を見ています。続いて豊中少年少女合唱団の合唱が行われました。
梅花中学高校チアリーディング部がパフォーマンスを披露。さらに今年8月の豊中祭りダンスコンテスト優勝チームのダンスで会場は盛り上がりました。そして豊中市出身のミュージシャン矢井田ひとみさんが登場し、記念ライブがスタート。ダリンダリン、ここに来て見えるでしょ、私がダリンダリン、あの日のキス忘れたふりするなら、ダリンダリン、横顔はもう飽きた、こっち向いて、いいね、豊中。フィナーレでは矢井田さんがこの日のために書き上げた市政施行80周年記念ソング、その先へが披露されました。まず一番にこう豊中で暮らしている子どもたちとか、こう夢を持った人がこう未来をこう切り開いていく、その力強さみたいなもの、あの希望に向かって手を伸ばすような、そんなイメージでメロディーと歌詞を書きました。普段の自分の曲作りだったら出てこなかったかなっていう、この豊中今回いただいたお話だからこそ生まれてきた言葉かなっていうのは、こうありがとうを信じてくれてとか、こう思い切りやればいいよと、こうあなたの温かい声が聞こえたからこう一歩踏み出せるみたいな、何度も立ち上がれるみたいな、そういう言葉ですかね。なんかあったかいままでいてほしいです。あのもちろん新しい建物とかどんどん建っていくんでしょうけど、なんかこの人と人がこう触れ合えるこうあったかさみたいなのが残っている街であってほしいなって思います。ね、これからも今のようにね、いろいろ豊中基金、夢基金とかあるじゃないですか、ああいう活動をして、ね、していくような、みんなと共に進んでいく豊中市であってほしいなと思います。僕豊中はもう大好きでずっと住んでいきたいと思ってますので、はい、やっぱり安心して住める街ですね、子どもが増えて、はい、子どもからお年寄りまで安心して暮らせる、今のように自然も豊かな街でずっと続けてほしいと思います。市政施行80周年記念式典の様子をご紹介しました。いや本当に華やかで豪華ないい式典になりましたね。そうですね。第1部では豊中市出身の林真央さん、第2部では豊中市在住の中島博人さんの司会で式典が非常に盛り上がりましたね。
ね。でその後は八重田ひとみさんが登場して、この80周年のために作ってくださった その先へという曲を披露されてましたけども、はい、なんか本当に前向きな力強い曲で、いい曲ですね。そうですね。聞くことできるんですかね。はい、豊中市役所で毎週木曜日正午から約5分間町内放送で流れていますので、ぜひ聞いていただきたいですね。まあ、文化芸術センターという新たな発信拠点が誕生しましたので、また手を取り合ってもう新たな一歩その先へ進んでいく感じで楽しみですね。そうですね。はい、続いては豊中市からのお知らせです。青少年健全育成市民の集いを開催します。日時は11月17日木曜日午後1時30分から午後4時まで、会場は曽根東野町のアクア文化ホールです。第3第12中学校区青少年健全育成会の実践発表のほか、パラリンピックと私水泳競技を通してをテーマに、リオデジャネイロパラリンピック水泳競技日本代表コーチ寺田正宏さんにお話しいただきます。定員は500人、お問い合わせは児童生徒課電話0668660101へお願いします。皆さんのご参加お待ちしています。豊中市民環境展を開催します。日時は11月25日金曜日の午前10時30分から午後3時30分までと、26日土曜日の午前10時から午後3時30分まで、会場は服部西町の手島体育館です。25日と26日は環境展示体験、自然工作、落ち葉プール、小型家具のリユースコーナー、スタンプラリー、竹炭千種駅の有料配布、使用済み天ぷら油の回収などを行います。また26日には自転車バランス王座決定戦、トヨッピーやトヨッピーで育てた野菜の有料配布、リユース品や古本の販売、飲食コーナー、ステージイベントなども開催します。お問い合わせは豊中市民環境会議アジェンダ21、電話0668448611へお願いします。皆さんのご来場お待ちしています。豊中市薬剤師会講演会、今回のテーマは薬の正しい使い方です。日時は11月30日水曜日午後2時から3時30分まで、会場は上野坂の医療保健センターです。講師は豊中市薬剤師会理事の香西美和子さんです。定員は50人で先着順に受付中です。申し込みは豊中市薬剤師会事務局電話0668480563へお願いします。電話は土曜、日曜、祝日を除く午前10時から午後5時までにおかけください。皆様のご参加をお待ちしています。番組では皆様からのご意見ご感想などもお待ちしております。豊中市役所広報広聴課電話0668582028までどしどしお寄せください。
次回は11月16日から新しい内容でお送りします。では今回はこの辺で失礼いたします。さよなら。さよなら。